なぜ私は王子様設定なのかしら。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでちょっと行ってくるね、ロンダルキア。みんなを率いていくけど大丈夫かな。とりあえずムーンペタの方にまた行かんといかんのやっけ。目的地どこ？あ、これか。あ、全然ムーンペタじゃないわ。普通に行かんといかんのか。なるほど。みんなついてきてる。みんなついてきてるわ。行こう行こう。こっちよこっち。痛い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 。なんかいろいろと拾ってる。とりあえず目的地、こっちの方っぽいね。さあ、行くよー。どこ？こっち？こっちの方かな。どの辺？うお。ダメージを。なんでみんなはダメージ受けないの？こっち？こっちの方っぽいね、なんか。へいへい、行くぜ。お、なになに？こっち？この裏側ってことかな。行こう行こう。まあ、でもなんか指導がおるわけじゃないけんさ、勝手にモンスターに喧嘩打って行ったりとかはないんやね。プルプル。勇士様ご一行が来たよ。プルプル。やあ人間さん。まさかこの先に進むつもりなの？この洞窟の奥はロンダルキアっていう場所さ。この世の地獄って言われているところだよ。僕も行ったことはないけど、恐ろしい光景が広がっているんだろうね。どうしても行くつもりなら止めないよ。苦しまずにさよならできるように、僕がお祈りしててあげるね。やめてよ。この先は危ないぜ。でも入っていくしか。頑張ろ。何？ふん。これがロンダルキアへと続く洞窟か。強そうな敵の気配ばかりだ。どうやらこの先はかなり危険みたいだ。アイナ、勇者の旗はちゃんと装備しておるか？くれぐれも油断するでないぞ。勇者の旗で応援しよう。勇者の旗を装備して Y を押すと周りの兵士たちを応援できる。兵士たちは3段階までパワーアップするぞ。私は戦わなくていいってことかな。上なんかおるんやけど。ちょ、みんな、頑張って。へいへい。へいへい。おー、すげえ、燃えてる燃えてる。指導と同じ状態やん。頑張って。みんな、頑張って。私、先に進んでよろしいのかしら。行くね。行くね。ちょっと待って。みんな。ねえ、みんな。こっちにもモンスターいる。これは結構あれかな。時間が経ったら、結構短時間で消えてしまうパターン。ねえ、向こうにも敵いるからね、ねえ、頑張って。頑張れ。はい、頑張れ。行こう。行こう。これは私が剣に持ち直したら効果切れるんやろうか。さあみんな頑張って頑張って。ちょっと持ち直してみよう。よいしょー。あ、大丈夫やん。ててとりあえずみんなの士気をアップさせておいてからの。みんなちょっと士気薄れるの早すぎじゃない？ほら、頑張って頑張って。みんな頑張って。痛い。別に一人一人に、いや、当てる必要があるんかな。はい。みんな頑張って頑張って、はい。そしてすかさず、炎の剣を装備する。いくぜ。どれぐらいパワーアップしたんかちょっとよくわからんけど、でも結構ダメージ与えれとると思うよ。痛い。あ、回復兵引いてくれとるやん、ちゃんと。待って。勇者の旗、頑張れ。ついつい。何向こう。なんか変な技出された。ものすごい敵じゃったの。ロンダルキアに入る前だというのに死ぬかと思ったわい。ん？どうしたんだよ、今、ぼーっとして。指導のことが気になるって？安心しなよ。おとなしくしてるさ、牢の中でね。破壊の神よ。お、一方その頃指導は、みたいな感じ？捕まっとる？
あ、別に鎖に繋がれてるわけではないんか。また貴様か、しつこいやつだ。このような牢に押し込めるとは、ビルダーも友たるあなたにひどい仕打ちを。ほんとよね、別に私が入れたわけじゃないよ。ね、そこはちょっと信じていただかないと。違う。あいつは。そう、違うよ。破壊神指導よ。あなたは気がついているのではないですか？何が？自分が他の人とは違うと。物を作るビルダーと、破壊神たる自分が相入れぬ存在であることを。まあね、全然、本当に物作れんもんね。いい加減にしろ。何度言ったらわかる。俺は破壊神なんかじゃない。ではなぜ、あなただけ物を作れないんです？なぜ真実を映すという鏡に姿が映らないんです？そこよね。それはちょっと謎なんやけど。え？真実は何なの？自分を抑える必要はない。悩むこともないんです。だってあの破壊神指導やとしたら、破壊神指導の姿が映りそうやけどね。すべてを破壊しなさい。そうすれば気分も晴れ。本当のあなたになれる。姿が映らんってことはこの世に存在せんのかな？神たるあなたにはそれが許されましょう。許されないよ、ダメだよ。うるさい、黙れ。抵抗してちゃんと。俺の中から消えやがれ。おい、あゆな、大丈夫かいな。今の光景が見えとったわけじゃないやろ、別に。ぼさっとするな。どうやらこの先がロンダルキアらしい。先に進むぞ。行こう行こう。ちょ、待って、勇者の旗装備しとこうっと。勇者様ご一行。どこ？こっち？え？逆方向かな？こっちかな？え？でもこっちは、え？こっち？違うよね。こっちかな？こっちなんかちょっとスペースあるけど。びっくりした。ちょっとやめてよ。みんな、頑張って。でもこれは弱い敵か。はぁ。びっくりびっくり。なに、行く先にモンスターがいるのをやめていただきたいんだけど。あー、ほら、またいるよ。みんな頑張って。はい。よいしょ、よいしょ。怖いわー。よし。行くよ。これはこの下？え、下？下で合ってるの？いける？飛ぶ？ほっ。とりあえず飛んでこっち側に。ふぅ。え？で？これは下の方まで入っていくのか？え、でもここまでさ、上がってこんかった。気のせいかな。よいしょ。いや、でもあっちの方向っぽいね。あれ？これ入り口じゃね？え？これ、あ、違う？違う、あいつやん。戻ってきたやん。あのハテナマーク、ハテナマークじゃない、あのびっくりマークに向かって行ってしまったんや。え、待って、見てこれ。はぐれメタルじゃない？待って。ね、みんな。このはぐれメタルを倒して。ね、みんな。ほらほらほら。ちょ、このはぐれメタル。あ、ごめんなさい。え、どこ行った？はぐれメタル。おったおったおった。あ、これあれじゃない？もしかして。ん？なんかゲットしたよ。メタルゼリーや、メタルゼリー。行こう行こう。まあ、でもあれなんよね。レベルマックスなんやけどね。あ、こっち方面か。お、アットルっぽい、アットルっぽい。あ、ほら、敵おった。合ってる合ってる。あ、やめて。みんな、頑張って。よいしょ。あ、あれや。あとちょっとでゴールやったのに。ん？どうすればいいんこれ、破壊？なんじゃこれは、行き止まりではないか。この壁、氷でできているみたいだ。アイナなら壊せるんじゃないか？ハンマーかな。進みましょう、進みましょう。お、すげえ、氷や、氷や。初めてじゃない？氷。で、辺り一面真っ白ですな。あ、なんか晴れてきだした。え、すごーい。え、すごい、天国やん。え、地獄のような場所じゃなかった？ロンダルキア、虹かかっとるし。え、すごい、素晴らしくない？もう私永遠にここにおりたいわ。花も超綺麗に咲いとるし。ほら、全然違う。
ここがロンダルキアか。思っていた光景とまるで違うが、幻でも見ておるのか。この先に魔物の気配がする。とにかく進んでみるぞ。向かいましょう。どこ目的地？あの塔？は、飛べんやん。どういうことやねん。あー、これは、あー、ギリギリいけない。よいしょ。くっ、辛い。とりあえずどこかしら、どこかしら、飛べなかったんで、あ、その辺からいけるかな。いきまーす。よいしょよいしょ。あ、導きの玉や。違う違う違う。はい、なんか可愛い花咲いとる。バラっぽい花。お、大きい土地や。どうも。座る？あ、椅子があるんや。何ここ、教会？教会や。あれ、君は人間かい？ここの人間とは少し違うみたいだけど、ここの人間って何？ここは綺麗だよね。すっごく美しいよね。やっぱり幻はこうでなくちゃ。幻？一体どういうことだ。この世界はただの幻。恵みをも大きな木も金ピカの建物も全部全部幻なんだ。でも知ってる？この世界はもうすぐ壊れちゃうんだって。幻はいつか消える運命なんだ。大きな木っていうのはあれか、最初の島にあったやつ、モンゾーラで、金ピカノっていうのはあのゴルドンがおったところだよね。君は一体何を言っている。ここはね、ハーゴン様がロトの三勇者を招き入れるために作った場所なんだ。ハーゴンが？それは一体どういう。もしも探し物があるなら、この奥にあるお城に行ってごらん。そこは幻を見続ける人たちの天国さ。言っておることがさっぱりじゃが、どういうことなんじゃ。あれはお墓かな。どうやら向こうにも魔物の気配があるようだ。行ってみよう。あいな、ここはロンダルキア。なんだか真実に近づいてきた感があるよね。うん、まあ、とりあえず行きますか。真実に近づいてきたというか、なんというか、なんか笑顔でものすごく怖いことを言われたような気が。とりあえず行くしか。お城ってどれ？なくね、お城。え？どれがお城ですかね。お城っぽいものはないんやけど、この先？めっちゃ平和な音楽流れよりさ、ね。すごい、え？緑で溢れとるし、水も豊富、花も咲いてる。天国やけど、君は喋れるの？美しい場所だろ？きっともうすぐ消えるからなんだろうな。ここがどんなに悲しい世界でも、最後の最後まで俺はここにいるよ。俺たちはそう定められているからな。ここがどんなに悲しい場所でも、悲しい場所とは？え、ちょっと待って、次はどこに行くの？あっち？何？夢を見ているな、私は。なんか、モンスターたちの言ってることがさ、一個一個なんか、ね、いいことを言っている風なんだけど。もう、なんじゃ、あの城は。どれ？あれ、城か。なんか、一個一個の言葉が悲しげに聞こえるんよね。悲しげというか、怖いというか、ちょっとしたホラー。これは、なんと、怪しげながらも美しいのかな。なんか古ぼけてない？とにかく行ってみようぞ。次はあの城に向かうのか。どうやって向かうの？上から？上の橋からかな。あ、あそこや。おー、またしてもギガンテス。どうも。遠くから見れば綺麗なもんだ。ん？綺麗なんだ。このロンダルキアも、あそこに見えるローレシア城。お、ローレシア城なんや、あれ。本当のことを知りたければ、近くから見てみるといい。後悔しても知らないけどな。
遠くから見ると綺麗、近づくと後悔するローレシアの城。え、怖い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 。これは行くべきなんすか。全然行きたくないんやけど。ああ、平和な空気がなくなるのでは。犬がおるよ、犬が。バンコー撫でてあげよう。あれ、この子懐かん。あ、人がおる、人が。あ、人がおる。え、なんかいっぱい人がおるんやけど。この人たち？ようこそローレシア城に。あ、これは王子様、お帰りなさいませ。何が見えてるの？私、女だし。何、何、何、何。え、幻が見えてるの？もしかして、この人たちには。え、大神官ハーゴンを倒しに来たですって？何を言うんです。ここはローレシア城ですよ。それにハーゴン様のようないい人を倒したなんて、はあ、恐ろしい。ハーゴンがいい人？何を言ってんだ、君たちは。ああ、ハーゴン様、素敵。あ、いけない、私ったらなんてことを。どうかお忘れくださいまし。身分違いの女の儚い思いなど。え？そういう感じなの、ハーゴン。私は自分が恥ずかしい。何も知らなかったとはいえ、あの大神官ハーゴン殿を倒そうならと思っていたとは。ん？なるほど。なんか、もともとは倒そうと思っとったけど寝返った人もおると。なんなのじゃ、ここの連中は。どうにも様子がおかしいぞ。目もうつろで。どこか幻でも見ておるような。とにかく、目指す勇気のオーブはこの奥のようだ。先に進もう。なるほど。なんか、幻覚を見せられとるってことかな？なんか、バニー二人と王様がおるけど。お、バニー。私は前の大臣に代わって王様にお仕えすることになったミリエルタ申します。こんな平和に世の中ですもの。王室を明るい雰囲気にするために雇われたのですわ。そうそう、私の踊りは天下一品ですのよ。難しいおここという大臣よりも気に入っていただけるんじゃありません？めっちゃ可愛いけど。でも名前のついてるキャラクターがちゃんとおるんやね。この子は連れて帰れるんかな？ハーゴン様の部下になられてから王様は本当に幸せそうで。王様がハーゴンの部下。なるほど、化けとるわけじゃないわけやね。もし王子様がハーゴン様とお会いすることがあったら、どうぞよろしくお伝えくださいませ。なぜ私は王子様設定なのかしら。そこがよく王子様に見えとるってことなのかな、みんなには。あの、お妃様はいらっしゃらないんすか。ハーゴン様ったら、私もう飲みませんわ。さあ、王様がお飲みになって。ふざけてんのか。あら、素敵な王子様。さあ、私たちと一緒に飲みましょう。嫌です。わはは、よくぞ帰ってきた。わしがハーゴン殿を誤解していたせいで、そなたちには随分心配をかけたな。しかし、もう安心じゃ。ハーゴン殿は実に気持ちのいい人でな。わしも部下にしてもらったのだ。わはは、そなたのこともよく頼んでおいた。もう戦おうなると馬鹿げたことを。バカげたことを。バカげ。この王様ってもしかして、今、ムーンブルクによる王様ってこと？バカガガガ、バグったよ。消えた。怖い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 、何？うん、これは。みんな消える。うわ、しかも笑いながら。あれ、名前のあるキャラクターは消えない、やっぱり。この子は、あ、消えた。うわー、来たわー。今消えていた人間たちのように、貴様らは消えゆく運命。そして魔物も、我々教団もな。どういうこと？しかし幻であれ、偽りであれ、消えゆくには消えゆく瞬間がある。その瞬間は誰にもわからぬ。ただ分かっているのは、滅びからは逃れられぬということだ。どういうこと？貴様、何を言っておる。意味のわからぬことを。ハーゴン様がお作りになったこの始まりの地を、貴様らの墓標としてくれよう。うわー、なんかいろいろ出てきた。え、これは。これで人間どもを皆殺しにできる。どういうこと？そなたの働き、素晴らしかったぞ。さあ、こちらに来るがいい。おー、やっぱり。な、リック。君はまさか。まあそうでしょうね。怪しかったよ。
仲間を分断し戦力を削ぐ。そして今後教団が使えるように皆で陰法を作らせる。いろいろ邪魔は入ったし計画通りにいかないこともあった。だけど最終的に全てうまくいったよ。まあ指導もこの場所におらんしね。でも君も消えるんでしょ。レイック貴様が敵のスパイだったのじゃな。なぜじゃ、なぜ裏切った。裏切った、裏切ったのは君たちじゃないか。ずっと信じてきたハーゴン教団を。やっぱり最初から。リックよ、約束していた褒美を取らせる。貴様を仲間として魔物にしてやろう。マジか。うわー、ああ僕もやっとこの姿に。ありがとうございます、ありがとうございます。クッフッフ、行くぞシルバーデビル、ビルダーどもを血祭りにあげるのだ。悪魔神官アンドリッカ、参謀と裏切り者、そのまんまやな。行くよみんな。僕は行って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 、やめて。あ、なんか設置した。こんなところにスイッチ設置したわ。みんな頑張るんだ、君たち頑張るんだ。そしてちょっと私の武器は一体どこに行ったっすかね。なくなったんです。え、ないやん、私の武器どこ行った。え、ちょ、みんな私の武器がなくなったんですけど、どこに行きましたかね。もうみんなあっという間にやっつけよりやん。さすがー。ちょっと私鉄の剣で行くしかないやん。ふざけてるー。ふざけてるー。いや痛い、こんなはずでは。まあ、そうなるよね。てか私の出る出番なかったやん。ふう、なんとかなったの。さすがにもうダメかと思ったぞ。リックリック、偽りの世界はもうすぐ滅びる。僕たちは戦いに勝っても死ぬ運命なんだ。偽り？死ぬ運命？どういうことだ？どういうことなんだ、ニック。僕は偶然そのことに気がついた。だけど王は何も答えてくれなかった。そんな時、悪魔神官様が来てこう言ったんだ。うまく働けば仲間として死から救うと。アイナが島に来て鐘を鳴らした時、僕は思った。これは教団の仲間になれるチャンスだって。でも結局死によるよね、君が。リック、お前は。教団は絶対だ。その教えは自分を捨てても守るべきもの。僕に信念を与えてくれた絶対なもの。アネッサ、僕は気づいていたぞ。君がずっと教団を信じていなかったって。逆やったんよね。アトラス様は強い。人間にはとても勝てないだろう。せいぜい無駄にあがいて死ぬがいい。はっはっはっは。ハーゴン様万歳。グッ。リック。ずっとふざけた感じのキャラクターやったのにね。え、ふざけてはなかったんかな。あいな。倒した悪魔神官が何か持っておるぞ。びっくりした。仲間になりたそうにこちらを見よんかと思ったわ。クッフッフ。やるではないか、人間。やはり人間は舐めたものではないな。もうすぐ滅びの日がやってくる。偽りのこの世界はやがて消えゆく運命。だからこそその前に、私がこの手で滅ぼしてやりたかったのだ。貴様らはビルダーが持つその旗で、愚かにも全軍を率いてきたのだろう。手薄となった城は、魔物たちもさぞ攻めやすかろう。さあ、偽りの人間ども、滅べ、滅べ、滅べ！くはっはは。あれは？オーブは？ね、オーブ。幻、偽り。ここにいる連中は何を言っているんだ？この場所は一体何だと言うんだ？ん？アイナよ、悪魔神官が何か持っておったようじゃろ？さっき聞いたよ。うおー、勇気のオーブ。なんか思ったよりでかかったし、光ってないんや。おお、それが勇気のオーブか。これで目標のものは手に入ったの。みんなリックの死は。しかし悪魔神官が気になることを言っておったな。手薄となった城を攻めやすいなどと。まさかムーンブルクが。嫌な予感がする。アイナ、急ぎ城に戻るぞ。攻められてる、もしや。行きますか、ムーンブルク。
あれ？え？モンブルクのワープ先ってこんなとこやったっけ？なんか拠点とずれてない？気のせい？の、城が襲われておる。何が起きているのじゃ。まさか、これもすべて悪魔神官トリックの計画。計略。急ぐぞ、アイナ。さあ、ということで、めっちゃ攻められて、おお、おのれ、わしらが出払ってより隙をつくとは。急ぎ皆を助け、あのドラゴンたちを倒すんだ。行くぞ、アイナ。おお、戦闘突入。バトルスタート、モンスターを倒せ。なに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 、ドラゴンやん。ダースドラゴン、ドラゴン兵団長。ドラゴン兵団、なに、新たな兵団出てきたよ、なんか。我が炎で灰となれビルダー。ちょっと待って、こっち外側やんね。もうめっちゃボロボロやん、城やばくない？ほら、もう何してくれとん、やめてよ。つらーはーい、無理なんですけど、超破壊されてる。やめてーやめてー、マジやめてー。うわっ、何もかもがなく、いてててててて、てやめてって。いやー、超壊されてる。痛い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 、やめてよ、ちょやめてよ。痛い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 、ちょっと待って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 、これでとりあえずみんなをほら頑張って、頑張るんだみんな、ほらほらほら、これでパワーアップして頑張ってみんな、君らは関係ないな。あー痛い、何いつか鍵使える？使えんわ。一瞬出せるんかと思った。くっそ、痛い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 、やめてよ。あ、コールを持っている私。みんな頑張って、みんな頑張って、城がめちゃくちゃに。何してんの君ら、ね、頑張ってよ。大丈夫君ら、何してんの。こっちだよ敵。私の武器がないです。私の武器がないんです。入っとるかな。入ってねえ。どうしか入ってねえ。守備力を上げてくれるのはありがたいんだけど、痛い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 。え、マジで私の武器どこ行った。ないんや、ないやん。ちょ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 、ふう、なんとかやっつけれた。誰か私の武器と交換してくれない？よいしょ。くっ、ディ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 。あー、そっちには指導が。あー痛い。ディディディ、よしいいぞ。ひどい壊れようやな。これはさすがに直せんのじゃない。バトルコンプリート。まあでも一から作れるの考えたら直せるはずやけどね。アイナ、何度か勝てたようだな。よくやってくれた。おお、アイナ様、よく助けてくださいました。必ず来てくださると信じていました。突然ドラゴンたちが攻めてきて、さすが僕ももうダメかと思いましたよ。助けに来てくれてよかった。よくぞドラゴン兵団を倒してくれた。どうやら勇気のオブも手に入れてきてくれたようだな。明るいねみんな。そういえばリックの姿が見えぬが、あやつはどうしたのだ。裏切り者で死んだよ。アイナ、ひとまず話は後じゃ。魔物に壊された城を修復しようぞ。こたびの戦いでは城が大きく壊されたようじゃ。修復するには骨が折れそうじゃの。じゃが今のわしらなら何とかできるであろう。お主はしばらく待っておれ。私なんかちょっと拾っちゃったけど大丈夫。拠点がほぼ元通りになった。ほんとかよ。
全然元通りじゃねえわ。全然門とかないやん。びっくりするぐらいないやん。ほら、何にも元通りじゃないよ。え、どこがほぼ元通り？怖いんだけど。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。せめてさ、せめてこう部屋とか全部一応囲って、部屋の手ぐらいはなしてくれるかと思ったのに、元通りじゃないわ。